演武開演。どうも、本日はこちら雪印の小豆プリンを食べたいと思います。こんな風に黒蜜のソースまでつけていてくれてます。嬉しいですね。では中身とご対面。あ、おお、色がまさに小豆ですね。ここにこのソースをかけるとこんな風になります。ではいただきます。この味、今までの小豆プリンとは違います。一口目を食べた瞬間からもう小豆の甘さが口中に広がり、プリンとしてまろやかな形で広がってくれて、たっぷり口の中で感じることができまして美味しかったです。黒蜜との相性ももちろんバッチリでした。ここまで濃厚な小豆プリンはなかなか食べたことがありません。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。